ホームから北方向を見るホームから南方向を見るフラムブロードウェイ駅はロンドンにある駅であるロンドン地下鉄ディストリクト線のウィンブルドン支線にありトラベルカードゾーンにに属するチェルシー FC のホームスタジアムであるスタンフォードブリッジスタジアムの最寄り駅であるロンドンオラトリオ海人学校も近い相対式ホーム2面2線のワ割駅ホームは地下レベルのワ割内に 駅舎はその上層の地平レベルにある。掘割の上部には、フラムブロードウェイショッピングセンターが建設されている。駅は、フラムブロードウェイに面している。はじめは、ウォラムグリーン駅として、1880年3月1日に、メトロポリタンディストリクト鉄道が、ウェストブロンプトン駅から、南方向のパットニーブリッジ駅までの区間を、延伸開業させた際に、開業した。ウォラムグリーンとは、 フラムブロードウェイの南側、イールブルックコモンの北東、キングスロードの北側の地域の歴史的名称である。1905年に新しく建設されたスタンフォードブリッジスタジアムの多数の観客の乗降に対応するために初代の駅舎が廃止され、以後はハリー・ W ・フォードにより設計された新たな駅舎が使用された。現在、初代駅舎は第2級文化財指定建築となっている。 1952年3月2日に、フラム商工会議所からの要望により、駅名が現在のものに変えられている。2003年に駅舎の地平レベルが閉鎖され、フラムブロードウェイショッピングセンターに隣接して、新しい駅舎が開業した。ショッピングセンターは、プラットホームの掘割の上部に建設された。また駅施設は、車椅子の乗客の利用への対応や、 サッカーの観客への対応についても改善されている。旧駅舎は改装の上で2005年より TGI、フライデイズのレストランが入居しているが、レストラン内には多くの旧駅舎の看板や建築場の特徴がなお残されている。2008年5月21日の夜、UEFA チャンピオンズリーグの決勝で、チェルシー FC がマンチェスターユナイテッド FC に敗れたため、駅で暴動が起きた。 日中の運転パターンは以下の通り、ロンドンバスの11、14、28、211、295、391、414、424系統と、深夜バスの N11、N28 系統が当駅とその周辺から発着する、ロンドン交通局ロンドン地下鉄ディストリクト線、ウィンブルドン支線、パーソンズグリーン駅フラムブロードウェイ駅、 ウエスト・ブロンプトン駅、ステップ・フリー・チューブ・ガイド。トランスポート・フォー・ロンドン。2015年6月3日、時点のオリジナルよりアーカイブ。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。マルチ・イヤーステーション・エントリーエグジット・フィギュアス。ロンドン・アンダーグラウンド・ステーション・パッセンジャー・優ー,ージ、データ・ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。 ライアッツ fans, mail, s, ・10 10 60, イン・ロンドン・アズ・チェルシー・ファンズ・クラッシュ・ウィズ・ポリス・アフター・チャンピオンズ・リーグ・デフィート。デイリー・メール。h t t p w w w d i l i v e r y c o u k ニュース、アーティクル -12060 ライアッツ・ロンドン・チェルシー・ファンズ・クラッシュ・ポリス・チャンピオンズ・リーグでフィーチャリング HTML 2008年5月22日閲覧。フルアム・ブロードウェイ・ステーション。 ロンドン交通局2016年8月12日閲覧フルアムブロードウェイロンドン交通局2016年8月12日閲覧本記事の初版は EN フルアムブロードウェイチューブステーションの12時45分5オクトーバー2007の1に基づくありがとうございます